とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン11、始まりましたね。今日は、攻略、やっていきたいと思います。今回のタワー、30階まであります。今日は、1階から30階まで、一気に攻略をやっていきたいと思います。それでは、行きましょう。今回のタワー、防具が最初からいいやつを装備してます。なのでこの防具は最初から最後まで使っていけますね。これね、本当にお得な防具を最初からつけててくれてる。まあ途中で変えてもいいんだけども、俺は別にね変えなくていいかなと思ってます。タワーではものすごくね役に立つ防具なので、もう最初からこれで最後まで進んでいっていいと思いますよ。いや、むしろ進んでいった方がいいのかもしれません。で、1階はね、特に問題ないです。敵の攻撃力も低いし、出てくる敵も大したことないので、簡単にいけると思います。1階クリアでーす。で、ここ、パワーシェイカー取っていってください。で、エンチャント入れましょう。防具にクールダウンですね。クールダウンが1でも入ってるとだいぶ違います。もうパワーシェイカー使ってガシガシと倒していってください。はいはい、まあ、エンチャンターはまあ基本的なことなんですけど、一番最初ですね、エンチャンターはまず倒す、ものすごく基本的なことなんですけども、まあそれはしっかりとやっていった方がいいですね。まずは演者から、うん、これはものすごい基本です。いけ、ちょっと待ってTNT 2つ持ってるな。逆にこれめんどくさくなったりするもんね。2回クリアです。武器変えます。両刃斧ですね。でエンチャントでクールダウンを2まで上げてください。ここの回全く問題ありません。出てくる敵をただただ倒していくだけとなっております。両刃斧に変えてますので、雑魚はワンパンで倒すことができるので、まあ、そこそこお得ですね。しゃ、まあ、もちろんこの雑魚じゃないやつはワンパンではないんですけども、パワーシェイカーをうまく使うと大丈夫だと思います。パワーシェイカーをね、回復したら使い忘れないようにしてください。俺もよく使い忘れるんですけども、パワーシェイカーが、復活したらすぐに入れるようにするとお得ですね。はい、ここ何も取らなくていいです。で、ここエンチャント入れていきましょう。弱体化吸血どっちでもいいです。自分に合う方を入れていってください。俺はね弱体化の方が今回は好きかな。うん、普段だったらね、吸血の方が好きなんですけども、今回のタワーは、弱体化の方がいい気がします。うん、やっぱ火ダメがねだいぶ違うんですよ、弱体が入ると。なのでこの HP が決まってて回復があんまりできないタワーに関してはそっちの方がいいかな。で、あそこ花がいっぱいいます。パワーシェイカーを使って一気に抜けるといいですね。パワーシェイカー使って、一気に抜けてください。で、クリーパーは注意してくださいね。爆発を食らってしまうとだいぶ減ってきますので、クリーパーは注意です。2体ぐらいいるかな。いたいた。はい、で、クリアでーす。行っちゃいましょう。で、次、5階ですね。5階に行く前に、ここは何も取らなくていいですね。エンチャント入れていきましょう。クールダウン3です。3になるとパワーシェイカーかなり使えますね。で、ここ下にロイヤルガードが来ます。まず矢で、盾を破壊してやって、あとはパワーシェイカーで叩いてやるといいですね。これね、弱体化が入ってるとだいぶ火ダメが違うんですよ。なので俺は弱体化を
押してるんですけどね。オッケー。で、エンチャンターがここは2体います。終わりでーす。ここの注意すべきところは最初の、ロイヤルガード。あれですね。あいつは要注意で行ってください。で、弓変えましょう。バーストクロスボウです。で、ここも特に問題ありません。普通に倒していっていいです。で、矢がね、どんどん余ってくるので、矢はね、どんどん使っていって大丈夫です。もう最後の方になると、400本とか余っちゃうので、危ねえ。矢はどんどん使っていって、OK です。しゃっ。しゃっ。で、こっち側にもいるか。お前か。OK。で、あと1体ぐらいで終わりでしょうかね。さっきのはちょっとね、危なかったんだけども、まあ、ポーションなんかを回復させながら、最初進んでいくと安全にいけるかもしれません。武器を変えます。星なき夜。ですね。エンチャントも入れていってください。エコーですね。エコー2入れちゃってください。エコーは、他の武器だったらちょっと微妙なエンチャントだと思うんだけども、このね、星なき夜にはね、エコーかなりマッチするんですよね。俺は星夜にエコーはかなり好きです。この下の叩きつけがね2発出たりするんで、エコーいい感じなんですよね。星夜で使うと。で、クリアです。ついに出ました、ゴーレム。入れていってください。で、ここがネクロマンサーが2体出ます。鬱陶しいです。まずはネクロマンサーを潰すことをおすすめします。で、クリーパーもね、出るのよ。クリーパーも出るので、爆発には巻き込まれないようにしてくださいね。巻き込まれると、結構痛いので。あれ?もう、あと1匹ぐらいか?ちょっと待ってね。敵が迷子になってるやつがいるぞ。どこだ?敵が1匹ぐらいいない。あ、いた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 !迷子のスケルトンがいました。8回クリアでーす。迷子になってました。で、ここ。アイアンハンドアミュレット。防御力が 50% 上がります。いいですね。んで、商人。ここで、防具をユニークに変えます。反逆者。反逆者は攻撃力、そして攻撃速度が上がりますので、ものすごく使えると思いますよ。で、エンチャントエコーを3まで入れてください。ボスです。ボスはね、下の、炎のやつから倒すようにしてください。これはこっちの方から行った方が絶対いいと思う。しゃあ終わり。エンダーマンから行くとね、すぐ倒しきれないんですよ、エンダーマンが。なので、まずすぐ倒せる炎の方、あいつからやった方がいいですね。炎のダメージ結構痛いので、まずは倒すようにした方がいいと思います。はい。で、エンチャント入れましょう。8です。8を1入れてください。8が召喚されると、いいタンクになってくれます。ものすごくね、ダメージ軽減できるようになるので、8はいいですよ。で、ここ凍結すると、攻撃がものすごく遅くなるんで、凍結したくはないんだけども、なかなか難しいのよ。凍結しないように行くっていうの。まあまあ、極力凍結しないように進んでいってください。敵の攻撃力自体は、全然大したことないので、大丈夫だと思うんですけど、すごくね、めんどくさくなります、凍結しちゃうとね。遅い、攻撃が遅すぎる。
終わりか。はい、なかなか嫌いなステージですね。ここは何もいりません。エンチャント8を2にしていってください。でここはクリーパーが多いですね。クリーパー多いので自分から前にはあまり進まないようにしてください。できるだけ、8かゴーレムにお任せしていくといいと思います。クリーパーの攻撃痛いんでね、できるだけお任せしていった方が俺はいいかなと思いますよ。うん、ここで8はねものすごく輝く。こんな感じでクリーパーの爆発とかも受けてくれるし、敵がそっちの方を向くのでダメージがものすごく抑えられます。はい、でここで両馬王の変えちゃってください。まあ星オルがいいっていう人はそのままでいいと思うんですけども、俺は変えていった方が攻撃力も上がるしいいかなと思います。でここ、エンチャント入れていきましょう。重力1、そして弱体化3ですね。そして82です。こんな感じですね、がおすすめです。やっぱり弱体化入れると火ダメが軽減されるし、いいんですよね。で8ももちろん入れた方が、ターゲット取ってくれるのでお得です。いきまーす。でここも別にね問題ないです。パワーシェイカーうまく使っていってください。あー下に逃げちゃったな。倒してきた、倒した。あーよかった、下にね雲が逃げたのよ。ああなるとちょっとめんどくさいんで、蜂が追っかけていって倒してくれましたね。まあそういうねお得なこともしてくれるのでいい感じですよ。しゃあ、レイスいるけども、まあまあまあそんな数はいないので大丈夫です。2、3体ですね。うん、まあまあ一応早めに倒すようにはしておいてください。レイスとネクロマンサーですね。いきます。でここ何もいりません。エンチャントをいやいや、ここはエンチャントじゃないよ。いきましょう。でここがこいつ、その召喚してくるやつから倒した方がいいです。結構ダメージがね変わってきますんで、まずはこいつから倒して邪魔をされないように、であの花をね召喚されないようにやっていくといいと思います。あーでもゴーレムもねここら辺になるとちょっと攻撃力がね物足りなくなってきます。でも大丈夫、もうちょっとするとゴーレムもパワーアップできますので、まあ、それまでの辛抱という感じですね。でこっちに渡ってしまうとあとは雑魚ばっかりです。召喚者が1人いるんだけども、まあこいつも特に問題ないと思いますね。お前です、最後だ。14回クリアです。んでここクリアしたらようやくパワーシェイカーがパワーアップされます。もうねちょっと攻撃力が減ってたんで嬉しいですよね。でエンチャントで8を3にしていってください。重力はもう1のまんまでいいです。重力はもう1で OK。 うん、でここも、ネクロマンサー出てきます。ネクロマンサーは極力先に倒した方がいいですね。あいつがいるとほんと面倒くさくなるのでネクロには注意してください。とあとこのまあ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 食らわないとは思うんだけども、一応ギロチンにもね注意してください。食らわないとは思うよ、けどもあれ食らうとほんと大ダメージもらっちゃうので一応注意してくださいね。はい、んではここです。この魂のクロスボウ、これを取っていってください。マジで役に立ちます。魂のクロスボウエンチャントで流れ込む魂入れていってください。流れ込む魂はね
マジで役に立つので、これは使えます。今回のは、タワーは、流れ込む魂が結構重要だなと俺は思ってますね。これがあるだけで回復がギュンギュン進みますので、ものすごくおすすめです。何も取らなくていいです。エンチャントの流れ込む魂を上げていきましょう。で、ここ敵少なめです。別に問題なく倒せると思います。よっしゃ。どこ行く？レイズもいるけども問題なし。敵は少ないですね。はい。ボーンクラブ変えます。ボーンクラブ役に立つね。本当に。で、エンチャント入れましょう。おすすめは8ですね。そして吸血をね、1入れて、で、爆発を2ぐらいでいいと思います。で、流れ込む魂は3にしていくのをおすすめします。流れ込む魂3は確かね、9%、あ、6% か。6% 回復ってすごいよ。6% 回復はすごいです。んで、18回。ここもね、別に問題ないです。普通に、倒していってください。うん、まあまあ、ここまで来てしまえば、全然余裕でいけると思うので、倒して、行きましょう。あ、で、いつも言うことなんですけども、あれですね、パワーシェイカーを使うのを忘れないようにしましょう。もったいないんでね、パワーシェイカー使うのを忘れるともったいないので、しっかりと使っていきましょう。あとアイアンハンドアミュレットね、火ダメもものすごい軽減してくれるので、使えるようになったらすぐ入れるようにしておきましょう。はい、ここは何もいりません。で、商人で防具、反逆者ですね。これをあげます。もうこれを最後まで使っていくのでね。商人では、この反逆者を全部、あげていきます。やっぱりね、25% の攻撃速度アップ。これがでかいんですよ。でかい。で、エンチャント入れていっていいです。吸血を2まで入れてください。まあ、ここで取っといて、爆発さんを次入れるっていう手もありますけども、まあまあ、どっちでもいいんじゃないですか。で、大釜です。こいつはもう大丈夫と思います。みんなもね、もう戦い慣れてると思うので、もう言うこともないでしょう。雑魚敵を、まあまあ、そこそこ倒しつつ、パワーシェイカーが回復したら、使って、ダメージを与えていく感じですかね。うん。まあ、反逆者を上げて HP が上がってるので、そんなに火ダメもないと思います。クリアです。で、ここ、エンチャンターの書、取っていきましょう。どっちでもいいです。アイアンハンドアミュレットを変えても、パワーシェイカー変えても、どっちでも、俺はありだと思いますけども、俺は、アイアンハンドアミュレット。うん。こっちを変えていきます。まあまあ、パワーシェイカー変えて、火ダメを抑えていくっていう方法も全然ありだと思いますけども、今回は、パワーシェイカー、これを残していきますね。では行きましょう。こっからようやくね、ゴーレムが、パワーアップしてくれて、強くなっちゃいます。ゴーレムはね、どうしてもこのね、エンチャンターの書が欲しいのよ。うん。まあまあ、これだったら蜂もね、一緒にパワーアップしてくれるんで、さらにいいんですけどね。ものすげえ使えるようになる。まあまあ、今までもね、ゴーレムは使えてはいたんだけども、このエンチャ書があると本当にダメージ取ってくれるし、耐えてくれるしで、使えますね。よっしゃ。で、このステージ別にね、問題はないと思うんですよ。全く。全く問題はないと思うんだけども、
このね、下、溶岩に落ちちゃうと、どうしても死んじゃうのよ。ダメージバーって食らって。なので、この真ん中のエリア、あそこには近づかないようにしましょう。近づかないように戦っていってください。で、ようやくゴーレムがパワーアップする時が来ました。ゴーレムをパワーアップしちゃってください。で、エンチャポイント。違うな。ここは違う。この次だ。ここ敵多いです。とにかく敵が多い。ので、注意していってください。マジで敵多いですね。で、エンチャンターがいます。エンチャンターは基本的に最初です。うん。基本最初だけども、まあ、どうしてもエンチャンターの方に行けないなっていう時には、ちょっと気をつけて進んでください。よっしゃー、鬱陶しいあいつ。オッケーね。で、こっち倒したら次こっち側でーす。行くぞ。とにかくここは敵が多いから。バッタバッタ倒していってください。ここはほんとね、流れ込む魂と、ボーンクラブのこの、敵を押し出す力。これが強い。ノックバックさせるっていうのが。終わり。多分今回のタワー22階は結構、1番か2番目に難しい場所になると思います。なので注意ですね。で、ボーンクラブとおさらばする時が来ました。両刃斧の変えてください。で、エンチャント入れます。虚無。そして、旋風です。いきまーす。で、ここ、リープリーフが出てきます。リープリーフがマジで鬱陶しいので、速攻で倒しちゃいましょう。しゃ。ほんとリープリーフがね、鬱陶しい。で、リープリーフの次は、この召喚してくるやつね。倒す順番っていうのがものすごく重要になってくるので、それは意識しながらやってください。まずはリーフリーフ。そして、召喚してくるやつ。で、その後に、スケット。ですね。とにかくリーフリーフさえ倒してしまえば何とでもなると思います。はい。先に行ってください。エンチャポイント。ここは何もいりません。で、24階。レイスが多い。ここ嫌いな人多いかもしれませんね。レイスが10体ぐらい出てくるので、毒に注意してください。毒をもらっちゃうと、もうほんと一気にね、削られるんで、毒は食らわないように、できるだけ。食らったとしても、すぐにね、その場から、退避して、防ぐようにしてください。毒はマジで注意です。嫌がったな。しゃあ、まあ、食らったとしても、一応ね流れ込む魂で回復はするんで若干はね安心なんだけども、それでもあいつには要注意です。マジで毒ダメージが痛いのでね、ここ何もいりません。行ってください。で、さっきの24階がね、結構きつかったので、25階、ここは休憩です。もう休憩。もうゾンビしかいません。もうゾンビのみなので、もう気楽にね、行っちゃってください。はいはいはい。どうしてこうもね、簡単すぎるとこ、難しいところ、分かれちゃうのかな。まあまあまあ、休憩ゾーンっていうのは重要だからね。うまいこと作ってあるんじゃないですか。25回、楽勝です。クリアしました。ドラ、入れていきます。俺はね、パワーシェイカーと変えていったがいいと思いますよ。ここは特に問題ないです。普通に
倒していって大丈夫ですね。この途中にネクロマンサー出るんですよ。こいつだけちょっと注意で、ドラを入れて一気に叩くといいと思います。下手にローリングとかしちゃうと下に落ちちゃうので、まあ、普通に追いかけていって耐えながら追いかけていってドラを使って一気に叩く。そうするといいです。ボーンクラブ変えましょう。エンチャント入れていきます。クリティカル、そして虚無んで衝撃波ですね。衝撃波は2までです。あとで3まで上げるんですけどね。でここ落石がきます。まあ、食らったとしても、ワンパンではないけど半分減ります。半分ちょっと減るかな。ワンパンされないだけ、まあだいぶマシにはなってるんですけど、まあそれでも嫌だよね。落石でダメージ受けるとか。はい。んで、ここもね、別に問題ないかな。特に問題なく倒していけると思いますんで、大丈夫でしょう。はいはいはい。まあ、基本は一緒ですよ。基本は一緒。エンチャンターが先。その基本的なことを本当にやってれば全く問題なくいけるはず。じゃあ、でね、俺ちょっと今食らったんだけど、虚無らないようにしてくださいね。あそこに入って虚無を食らっちゃうとダメージもろに入るようになるんで、虚無にはならないようにしてください。まあ、立ち回り若干気をつけるぐらいですかね。でここもダメージは若干受けるんですよ。受けるには受けるんだけども、 OK、 流れ込む魂で回復できるので、まあまあ大丈夫じゃないですか。はい。でここでね、一応魂の棒を変えてください。そのままでもいいんだけども、一応攻撃力がこっちの方が上がりますので、魂の棒に変えていくのをおすすめします。流れ込む魂3だけでいいです。では28回雑魚戦最後になります。ここもねめんどくさいです。めちゃくちゃめんどくさい。やばっ、あぶれ。最後にこのねスケルトンがすっごい出るのよ。でこのスケルトンがねちょっと鬱陶しい。なのでちょっと苦手な人はこういう柱、ここら辺をこううまいこと使って戦うといいですね。最後ねほんとスケルトンだらけになるのよ。だらけになるんですごく戦いにくくなりますので、この柱をうまいこと使って攻撃を防ぎながら、やってください。まあ普通に特攻してもいいと思うよ。特攻してもいいと思うんだけども、鬱陶しいのよね、このね、凍結になるのが。はい、28回クリアでーす。報酬いりません。で、商人で、いつものごとく、反逆者を、上げていきます。125だね。こうなると、HP が11500かな。まで上がりますので、ボスの攻撃にもだいぶ耐えるようになります。んでエンチャント、衝撃波ですね。で別に入れなくてもいいんだけども、まあ追い打ちか速射かどっちか入れてればいいと思います。まあ追い打ちでも入れとくか。はい、まあ別に入れなくてもいいですよ。でこのボス、まあ、戦い方としては基本的に周りからですね。最初ダメージ入りませんし、周りのやつらから倒していったら、いいと思います。じゃあでリープリーフも途中で出てくるんでね、あいつには注意してください。いたたたた、いけ。 OK、 おお、めっちゃ入る。オッケー、もう倒したね。リープリーフには、まあ一応注意はしてください。
大丈夫とは思うんですけどね。うん、まあ、基本的に最初周りから倒して、でその後ドラ使ってガシガシ叩く、でディープリーフ出てきたら、とりあえずそっちを処理でボスを叩く、そんな感じですね。では終わりです。報酬を見てみます。微妙ハイランドぐらいか。あー、クールダウン2ついたね。ハイランドのクールダウン2の、うーん、毒フォーカス入れて怒り使う感じか。いやー微妙すぎる。はい、これにしときましょう。ということで、今日はタワーシーズン11攻略やってみました。ショートカットは多分ないです。おそらくない。いろんなとこ見たけども、なんか修正されてる感じなのよね。登れなくなったりとかしてますので、ショートカットはおそらくないです。で、敵も多くて強い場所もあります。なんかシーズン1,2,3 そのあたりに戻ったような感じですね。制作陣がちょっと本気で作ってみたんでしょう。頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。